えー、今回はね、ちょっとネット記事から動画の方を作らせていただいております、えー。こんな質問です。なぜ昔の若者は子供を作ろうとしている人が多かったのに、最近は子供を作ろうとする人が減ったのですかということですね。これにはいろんな回答があると思いますけども、大筋、これはまあ言えてるんではないかなっていう面が結構多かった回答なんですよね。だから動画にしてるんですけども、こんな感じです。えー、他の方も言われている通り、経済的な理由があるのでしょう。 つまり、昔は豊かだったけど、今は豊かじゃないってことなんですかね。そうなんですかね。昔はスマートフォンやインターネットありませんでしたし、多分、なんか、職場も限られていて、給料も安くってみたいな部分があったような気もしますけど、まあ置いときましょう。えー、将来への不安もあるでしょう。これ現代っ子ですよね。今は娯楽が溢れてますので、子供に拘束されず自由を満喫したいというのもある。 しかし誰も言わないことですが、昔の大人はまさに大人だったという理由が大きいと私は思う。これも私感じるんですよ。ちょっとこの画面見てもらいたいんですけどもね。どうですかね。これはね、太陽に吠えろのワンシーンなんですよ。みんな大人の風格というか、老けてますよね。老けてる。うん。でもこれみんなね30代なんですよ。みんなですよ。 まあでも、堂々とした大人の風格で、スーツやネクタイがビシッと似合ってますよね。表情もいいですよね。これなんでなんでしょうね。今の30代にこの顔は作れないと思います。まあ寿命の問題もありますけども。この時の30代ってのは、もう人生折り返しすぎてますからね。平均年齢が50とかそのぐらいですから。うん。えー、はい。しかし、堂々たる。 大人な風格です。まさに。そして、私の幼少期を思い浮かべるに、たとえ中学生や高校生でも立派な大人びた言動をしておりました。確かね、特攻隊員っていうのがいましたけども、遺書を読むんですが、19から20歳、21、22ぐらいの、まあ若い青年なんですよね。20歳前後の特攻隊員の遺書っていうのは、いや、今で言うとね、年齢40、50でも書けないようなことを書いてますよね。 短い人生の中にあれだけの教養を詰め込んだまさに全員クリエイターだった時代なのかなと思いますがまあ文章戻りましょう、えー、これは思い出フィルターではありません私はそういうのをちゃんと覚えております大人だからこそ子供を欲しがる大人だからこそ家長の役割に忠実であろうとするだから子供を作るということ時代は当時は自然だったということですそれが今の大人子どもにはまあ ね、子供部屋おじさん、子供部屋おばさんって言葉も生まれちゃうぐらいですからね。40代、50代でもまだね、親の庇護のもとに暮らしている、なんか子供みたいな、うん、大人がいるってことなんでしょう。で、それが今の大人子供には望むべくもありません。子供みたいな思考をし、子供みたいにゲームに講じて、えー、喜んでいる。自分が子供だから子供を作りたがらないのです。 以上、典型的な大人子供の私が置いてみましたということで、自虐的に書いてるんですね。はい。どちらにしてもね、やっぱりね、すごいですよ。うん。何がすごいかっていうと、昭和40年代って、まあ、二十歳過ぎたら本当に大人だったんですよね。うん。それは、寿命が短かったってのもあるし、あの、人生が楽を求めても楽にならないという覚悟があったんですよね。 えそして苦労の中で幸せを見つけることに長けていたんですよ。この太陽に吠えるっていうドラマですけども、まあ職業柄かもしれませんけども、もうむちゃくちゃ大変なんですよ。勤務が。まあ作り物だといえばそれまでなんですけどもね。むちゃくちゃ大変な仕事をしているところが多くの人の共感を呼んでドラマになり、命をかけてまさに職場で殉職するみたいなところに多くの人がね、俺もこうやって生きなくちゃみたいに思わせるところがあったのかなと思います。 まあでも今は戦いを避け、平和を愛し、やばいところから逃げて逃げて逃げまくること、まあいろんな価値観が共有されるようになりました。まあですんで、別に子供がいなくても幸せを見つける方法はあるし、うん、まあむしろね、子供がいる苦労ばかりを前の世代が強調しすぎたのかなっていうところもありますよね。いや、子育ては大変だよっていう人ばかりでしょ。いや、全然子育て楽勝でしたみたいな人が増えればね、 そんな感じにはならないんですけども。私もね、別に子育て苦痛だと思ったことがないんですよ。自由がなくなると思ったこともないですね。むしろ自分の自由な人生の中で、自ら選択して家族を持ち、子供を持ち、まあ、いわゆるね、家族のために生きることを喜びというふうに決めたわけですから、どんなことが起きてもそれを喜びというふうに変換するような、そのぐらいの、あの、マインドセットにはなってますからね。うん。まあ、辛さも喜び、悲しみも喜び。 そういうふうに自らのマインドをコントロールできると人生は楽なんじゃないかなと。思えばですね、特攻隊員ばかりを美化するわけではないですけども、どうやったらこの中で喜びや幸せを見出せるだろうか、人に感謝できるだろうかっていうことをあの一文字一文字の特攻隊員の遺書に詰め込んだんじゃないですかね。はい、じゃあまた別の機会にお話ししましょう。